こんにちは、皆さん。で、今回は、またグランガイア戦記やりたいと思います。無課金アカウントです。無課金アカウントです。まあ、今回、これをやりたいと思います。はい。激闘の果てに、やります。コンビニ不可能です。で、フレンドはこれでいきたいと思います。はい。リーダーはオーン。エリモ。スフィアはこんな感じです。で、キクリ。ゼルナイト。まあ、実はフィーファー使いたいんですけど、コストの事情で、ゼルナイトでした。コスト足りなかったんですよ。アフラディリスとアークのフレンド。このパーティーで行きたいと思います。じゃあ、保険に出る。ああ、やばいな。まあいいや。え、ガミの層忘れちゃったんですけど、まあ大丈夫。特に。大丈夫だと思います。はい、OK。アークの BB でヒットカウントをするか。これいいんです。ヒットカウントするか。まあ、なぜアブラリリースですか？スパックダメージアップバフのためにつけてきたんです。まだグラスよりこっちの方がマシかなと思ったから、アフラディリースにしたんです。もう死なないはエリモとぎっくりしかないんですけど、大丈夫だと思います。これでも OK。 まあ使いましょう、指で。まあ使わなくても大丈夫なんですけど、使わない、全然使わないより使います。使えるようにします。はい、こんな感じでいきましょう。バトル2、バトル3まで。オンの BB でクリティカルイルサブバフ上げたいんです。バトル2にはと一番難しいところなんです。このグランガイア戦記にはミサイル以外、他のメンバーも来るんです。他の5人かな。ここで早く彼らを倒さないと、先にやられるかもしれないので。ここでミサイルが何回も蘇るんです。大丈夫。あれは気にしないで、まあ、ずっと叩きます。
はい、行きましょう。全部 SP 使えるんだ。ゼルナイトのおかげで。こう、ワンパン。ワンパンチ。はい。おお、もうちょっとでワンパンチです。これでガウスアルファスです。また蘇るっていうか、HP が満タンになる。最後かな、これ。はい、まあ、みんなの SPP 使えるようになるんです、今の状態だから。あ、まだもう一回 HP が満タンになる。めんどくさいんですけど、大丈夫。気にしないんです。はいはいはい。で、オンは BB スカイパインです。クリティカルリサブバックのため。はい、多分今回は本物で、他のメンバー、はい、召喚した。とりあえず防御力アップを上げます。できるうちに、まあどんどんあれが来るとやばいんです。状態上エリモの SPB は使えない、使えなくなるんです。まあ、そろそろアークのオーバードライブを使いますね。こうなったらオーバードライブ。はい、はい、みんなあれやったんだな。5人だっけ。メルキュー以外全部揃ったんです。はい、これで叩きます。クリティカルリザーブバフはあるんで、オンは SPB で。はい、ミサイル殺した。意外と、バフ消し攻撃か。だから死んじゃった。防御力アップ。次はオーノワビビでやりたいんです。クリティカル率は僕は、これやばいな。ちょっとバトルエフェクトはオンにします。どうするかな。
はい、デュエル EX 倒しました。おお、なるほど。まあ、これでもう、勝つということですね。勝ちます。はい。まあ、初めてこのダンジョンが出た頃に比べると、意外と楽になるんですね。楽になったんです、今は。超楽になったんですけど、なんだこれは。まあ、このターンで、このバトルで、女神の嘘が持ってきてないので、全力で叩きます。なぜなら、早く殺さないと、このデュエル CX が自爆するんですね。絶対に死んじゃうんです。まあ、この場だったらできると思うんですけど。メリモはビビしなくても大丈夫だと思います。オンはビビでクリティカルリスだ。エナジー20%。はい、エナジー45%。ミサイルは無視しても大丈夫だと思います。ミサイルは攻撃しない。SGX だけ攻撃するんです。次のターンで終わりかな。で、ここでミサイルはね、本当はデュエル ACX を止めたかったんです。自爆することには。これで終わりかな。はい、終わり。意外と、すごく楽になったんですね。始めた頃の時比べると。今のユニットでだいぶ楽になったんです。はい。あ、レベルアップです。バンバーン。ボナスゲット、デュエルのかけら。これいいね。ダイヤ3個手に入れた。はい。まあ、ダイヤはね、今朝、5個ぐらい、新メタルバリルに使ったんです。何のためっていうか、これです。オールは最大にした。まあ、BB レベルはまだレベル1なんですけど、あれでなんとかなくね、早くできるようにと思います。まあ、カイルで、バーストフロックとかバーストエンペナとか、どこから手に入れるんですか？まあ、ここからんですよ。グレイブスロット、やりますか？レイドはやってるので、ここからなんかね、バーストエンペナとか、何回もゲットできたんですよ。今回はなしか。で、メタルゴッドのクリスタルゴッドもゲットできるので。はい。まあ、正直に、レイドやれば、ユニットのレベルとかさ、SBB レベルとか、あれ、このブレイブスロットだけで、なんとなくできるんです。はい。まあ、そんな感じかな、今回の動画は。ご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバイ。アニマ、パンチ。